我の思いはこんなことで、こんなことで封印などされぬ。説明はわしがしよう。記憶の玉は全部で7つ。今2つまでは玉褒めに戻った。俺と実利のやつどうじゃ、2人とも現在しておるからな。しかしほとぼりたちは未だ新しく望んだ姿に生まれ変われずに、全ては邪悪なる魔人の力の妨害。魔人の力って。なあ、その石が見つからんとどうなるんだ。見つけられんことより、その石が魔人の手に渡ることの方が。手に渡っちゃったら、このまま記憶を取り戻すことなく魔人の力が大きくなれば、玉褒めは消滅。水はあんまし飲んどらんな。大丈夫なのだ。他のみんなもしりじりにはなったけど大丈夫なのだ。タイツくんが進撃で飛ばしてくれたのだ。あの爆発の中で太極山は暗雲に覆われ見る影もなかったのだ。ここはどこなんだ。江南国大地池。宮川、兵士たちと後を頼む。宮殿へ、宮殿へ行こう。とにかく玉を探さなきゃ。魔人なんかに負けてられない。よく言った。その通りなのだ。タスキ、お任せ。ここにおっても始まらん。タスキ、いつから泳げるようになったのだ。
の仕業。何のことですか？とぼけない。なぜ私が副会長？だって立候補してたじゃないですか。分かった、聞くだけ無駄ってことに。本郷さん、もう暗いですよ。送っていきましょうか。さようなら。怪我はなかったですか？気をつけてくださいね。また青い竜に食われないように。あんた一体何者なの？お教えしますよ。僕の名前は蓮舫。あなたの友達とは敵だ。中国みてえだ。リアクションが白だよな。ニャーニャー、飛んでる。無事だったね。ニャーニャーも大丈夫だったんだ。対局館で見かけなかったから心配してたんだよ。な、何あれ、ほんま厄介やな。もうちょい記憶戻らんのか。おお、七里様、玉褒め様も、お、スダクの巫女様まで。右大臣、久しぶりなのだ。玉褒め様、お、タスキ様も。浅い。石。石でございますか。そうなの。今はそれだけが手がかりで。わかりました。皆に伝えてすぐに探させましょう。おい。は。それより、チキリ様。もしお急ぎでなければ、しばらくここに滞在してはもらえませんか。な、ここって、この宮殿に？はい。私どもも全力を尽くして、この江南の再興に努力をしているのですが、今一つ、民に力を与えてはやれずにいるのが。ほたおり様のご崩御。この江南は未だ柱を失ったまま。ほうきさん、どないしたん？ごっつ塗り込みの。はい、そのお妃様は皇太子ご出産の時より人とせ半病に伏したまま、口もお聞きになっておられません。一年半も。大臣さん、皇妃さんはどこに？お見舞いをさせて、お願い。巫女様、ありがとうございます。その前にこれ食べていい？ここでございます。ホーキさん、おとおり。触れてやることもできないのだよ。辛労ね。おとおりを失った悲しみに耐えきれずに、おとおりを深く深く愛してたね。ほうき、すまぬ。今は二人をそっとしておくのだ。皇帝藩来とったんやな。太一くんの力ね。他のみんなもそれぞれの地へ戻ってるはずね。そうなんだ、安心した。しゃあない、俺たちはこいつの石を探そうか。悪いな。七里、探せる？
こればっかりはオイラの術も使えないのだ。ほな、一部屋ずつ当たるしかあらへん。ああ、いけません、そちらへ行っては。お、痛そう、この石頭のクソガキ。皇太子様、かわいい。今のお父ちゃんに内緒やで。皇太子ってことはほとほり様の子供なのだ。うそ、ほんとかわいいよな。ほとほりとほうきさんの子供だもの。さ、皇太子、お部屋へ戻りましょう。もうその人形を取ろうとはいたしませんから。このぬいぐるみ、お姉ちゃんが前に君のお父さんにあげたんだよ。大丈夫、取らないよ。お名前は？な、どつきたくなるやろ。スザクの巫女、ダメなのでございます。坊神様は一言もお言葉を話されません。母君と同じように口を閉ざしてしまわれているのです。我々の言葉は理解されているはずなのですが。なんということだ。わあ、おとほり、いきなり出てこないでよ。見えんのか、私の姿が。私の幼き頃に似て、こんなに愛らしく理髪装で才徳に長けていそうだというのに。真剣の力で吹き飛んだ。私も驚いているのだ、このようなことができるとは。すごいよ、ほとほり、やっぱお父さんだね。ほとほり、どこへ？いかなのです。そうだ。
お前とこの帽子を置いていき、悲しい思いをさせた。すまない。許しておくれ。食を取らせねば。さあ、帽子、よく食べて早く大きくなるんだよ。さあ、帽子様、こちらへ。こいつは人間じゃないのだ。次から次へよう出てきやれ。下がっとれよ、玉込め。レッツゴー。私がやる。私の子に指一本触れさせはせぬ。
の中に入ってください。俺みんなと違って半分記憶がないみたいだし入りやすいかなって。お前はあんなに強い孤独をも宮家との愛で打ち消したのだ。宮家を守れるお前の強さはその愛情と優しさだ。体を貸してくれてありがとう。お通り様、よかったね。タカ、三つ目の玉が手に入ったね。あの雨の中のこと思い出したよ。向こうへ戻るんだ。ミヤカ、みんなまた絶対来るからね。四つ目の玉を見つけに必ず。
朱雀七星子。そうですか、あなたたちが龍炎を殺したんですね。兄貴、兄貴とも手伝って。この玉は誰にも渡さない。手に入れたければ私も殺せばいいだけのこと。私がやる。瑠璃子、ダメ。もし私は悪い父親だ。お前とお前の母がいるというのに、あっちこっちにお姉ちゃんを作ってアフレコだ、ラジオのお仕事だと言っては家を空けて。本当ね、すんごいことしてたんだよこの間なんだね。言った。